松潤さん、まあ、若者のテレビ離れと言われまして、もう20年ぐらい経つのかなと思います。ちょうどですね、インターネットってものが出てきた時に、これからテレビがどん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 ね、視聴者を失って、その視聴者さんはインターネットの方を見るのに一生懸命になっていくよっていうふうなことが、もう20数年前にね、言われていたんですよね。で、もっともっと前、私が幼い頃っていうのは、そのテレビアニメに対してですね、ライバルとして何が出てきたかっていうと、実はね、テレビゲームなんですよ。ずっとテレビアニメを見ていたんだけども、でもテレビアニメよりもゲームの方が面白いよってことになって、テレビゲーム。そしてそのテレビゲームっていうのは、家庭用のテレビにつないでね、やるようなインベーダーゲームとかテニスとかっていうのだったんですよ。まあ、ですので子供たちは、テレビを見るのを、アニメとかを見るのを放棄して、ゲームに勤しんだんですよね。まあ、こういうふうに、エンターテインメントが、テレビを中心には行われてるんだけども、テレビ番組を見るかどうかっていうこととはまた別の問題になってきちゃったんですよね。で、これは昔からあったんじゃないかなと思ったら、確かにね、テレビがなかった時代って、紙芝居とか、あとはね、映画、銀幕って言いますよね。あれが映像としてのエンターテインメントの、多分ね、一番だったと思うんですよ。銀幕の映画ですね。映画館に行って見るものとか、それから紙芝居ですね。で、どちらもこちらから見る時期って選べないんですよ。映画っていうのは映画館でやりますし、どんな番組があるのか、本当にチャンネル変えることもできませんしね、それしか見れないと。紙芝居もいつ来るのか分からない。分かったところで紙芝居のプログラムっていうのは1日1話がいいところで、ダブルヘッダーとかあんまりなかったらしいですよね。で、水飴を買わないと見れないとかね。うん、で、テレビっていうのが出てきて爆発的に売れたのは、視聴者さんから見るとテレビがね、ただ同然だったからなんですよね。うん、例えば紙芝居を見た時に水飴っていうものが抱き合わせで販売されますけども、水飴屋さんっていうのは、それからお菓子屋さんっていうのは、紙芝居の人に委託するとよく売れるからっていうので、多分ね、キックバックしてたと思うんですよ。で、紙芝居屋さんはお菓子メーカーからもらえるキックバックで新しい紙芝居仕入れたりとか、遠征費用を稼いだりみたいなね。映画も同じですよね。映画っていうのは、映画に来た時に入場料もあるんですけども、そこで販売されているポップコーンとかジュースとかパンフレットとかで、実はプラスアルファのあらりを稼ぐっていう、そういうふうなビジネスモデルなんですよね。じゃあテレビに変わってきて、私たちは一体無料でテレビを見ているけども、どうやってテレビって運営されてるのかなっていうのは、まさに広告料なんですよね。私たちはテレビを見るときに何かね、同時に販売を受けてるわけではないんですけども、ただ商品を買いに行くときにテレビで見たことあるなってものをやっぱり手に取るんですよね。で、テレビで見たことがないやつに関しましては、ちょっとね、不信感を得て様子を見るんですよ。だから購入には一歩遅れるんですよ。さあ、転じてですね、今 YouTube の時代になりました。 YouTube の動画の広告、こちらの方に見かけたものが今度は売り上げの大半を占めていくようになるのかなと思うんですよね。今までとビジネスモデルが違うのは、 YouTube を見ることによって、 YouTube の広告もそうなんだけども、例えばこうやって YouTube やってますよね。で、私が紹介したものを買ってる人もいるんですよ。私が動画の中で、もしくは私自身の商品を買ってくる人もいるんですよ。 YouTube のすごいところはこれでですね、動画の中で紹介したものっていうのは視聴者さんに売れやすいってことなんですよね。うん、まあ、ですんでね、1回2回やってみてダメだったから売るのをやめるんじゃなくて、例えば商品を作ったら、まあ、月に1回とかはね、その商品をセールスするための動画を必ず出すみたいに、30分の1の1日のセールスの日っていうのを作ってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、決算の時期でしたらね、決算還元セールみたいな感じでなぜか販売が始まるとかね、これは普段 YouTube をアップロードしている人だからこそできることだと思うんですよ。うん、その他にもお盆セールとかね、うん、あると思いますし、何かにかっこつけて誕生祭とか言ってね、そんなね、普通の人の誕生日、 YouTube の発信者の誕生日は今日だからっていうので、祝えみたいな感じでね、商品リリースしてみたりとか、そして売り損じたものも時期をずらせば売れることもあるんですよ。なぜなら時期を変えれば見てる人が違うからなんですよね。チャンネル登録は確かに100人前後かもしれません。1000人前後かもしれません。でも数ヶ月経ったり1年経てば、同じ1000人なのに、その1000人中100人とかの見てる人が違うんですよね。同じ再生数でも。そう考えるとね、今回売れなくてもいつか売れるっていう、そういうふうなストックができるのがこのデジタルコンテンツのいいところかなと思います。
さあ最後に松潤さんも無料レポートってのを出されたと思いますよね。なんかどっかで作ったと思うんですけども、この無料レポートを実はね、じゃあ何月何日から有料にしますよっていう販売方法もできるんですよ。もしくはデジタルコンテンツですから、有料にしたものを期間限定で無料でやりますよっていうのはね、できるんですよ。で、価格を変えてみたりとかね、まあ、なんかのプレゼントにつけてみたりとか、なんかね、さまざまやり方あるなと思うんですよ。YouTube ってのは本当にだからそういう意味ではね、面白いですよね。私はね、日々強く感じるんですけども、なんかその YouTube だけやってれば、もう全て終わりだっていうことですよね。それこそ、出勤してお金を稼ぐところから私も始めましたけども、どちらかというと、だんだん在宅でバーチャルなものの方が、実は多くの人にはリアルなんじゃないかなと思い出したんですよね。どういうことかっていうと、みんな YouTube 見出してるんですよ。みんな YouTube を暮らしの中でどっかで見るんですよ。ということは、その見られてる可能性の高いところに商品を置いておける YouTuber っていうのは、むちゃくちゃ有利だなと思います。でも出勤して商品を作ったりサービスを提供したりっていうのは、会社には信用つきますけども、個人的な信用はほとんどつかないんですよね。で、これがだから、フロー型、流れていく商売なのか、ストック型、貯めていける商売なのかの大きな違いだなと感じるところですね。本日は以上でございます。またね、いろんな動画を上げていただければ幸いです。松潤さん、それでは、お疲れ様でした。